の先行争いは2番のラビータエベラ好ダッシュ、中から押して6番のスレイマン、今日はブリンカー、外から16番の名将天水も上がって3頭の先行争いです。あとは10番ベルダーイメル、これを追って8番アラジンバローズがそのうち、さらには1番ウェルカムニュース、3番のブリッツファング、手綱が動いています。馬群の中に4番のキングズソードがいます。中段の内目です。それからその隣に7番のミステリ要素、今日は早め中段1コーナーのカーブに入っていきます。16番の名将天水が大外から先頭に立ちました。リード1馬身半です。6番のスレイマンが2番手、3番手2番のラビータエベラが内、外を通って10番ベルダーイメル、その後ろ8番アラジンバローズ、ここで前から5馬身ぐらい。第2コーナーからバックストレッチ残り 1000m です。2馬身離れました。その外を通って4番のキングズソード、前から6馬身から7馬身、内ぴったりと1番ウェルカムニュースが続いています。2馬身3馬身相手、3番ブリッツファング、その外を通って7番のミステリ要素、800切りました。あとは5番ブラッディキッドが続いて1馬身差、外からは9番のダノンハーロックが追走、インコースから13番ダンツキャッスル上がっていく、9番のダノンハーロックが若干後退、内からは15番のリアンクール600切りました。外を通って14番ビヨンドザファザー、内12番ブラックアーメット、最後方11番エマージングロールで3コーナーから4コーナーです。先頭16番名将天水に6番のスレイマンが並んでいって4コーナーのカーブ、その後ろ3番手手が動いて8番アラジンバローズ、4コーナーから直線、その外に10番ベルダーイメル、ベルダーイメル前を追ってくる、それから内から4番のキングズソード、3番手争い200を切りました。先頭は6番のスレイマン、スレイマンその内から4番キングズソード追い込んできた、キングズソード追い込んできた、さらには8番のアラジンバローズ接戦だ、内から4番のキングズソードが抜けた、4番のキングズソード先頭、2番手接戦でゴールイン、4番キングズソード勝ちました。2番手は6番のスレイマンか。